皆さんお元気ですか。みそのの口語会話文マスターゼミですね。10月もあっという間に下旬になりました。みっちゃんはどうでしょうか。 Hi everybody, this is Dion Mitsuoka. I'm so worried these days because everything I eat seems to taste so good. I hope I don't gain too much weight. なるほどね。やっぱりみっちゃんはね、あまり食べ過ぎちゃって太らないようにということをね。そうですね、効率がいいんだ。食べたものがみんな肉になっていくわけね。いや、そうでもないんですよ、私は。みーちゃんだっけ、なんか水飲んでも空気吸っても体重が増えるなんて言ってたけども。いやいやいや、それはないんですよ。もしそれだったら困っちゃいますよね。困っちゃうね。今の頃風船になってますからね。あ、そうか。でもみーちゃんいつもスラッとしてるもんな。やっぱりそれは何、うちでこうなんか、なんとか体操してるとか。あ、寝る前に必ずしてますよ。体操、腹筋とかいろいろストレッチ体操ですか。なるほどな。アメリカの女の子ってよくやるね、そういうのね。道路でもよくやってるの。 道路でもですか。僕ロサンゼルスにいた時は隣が女子寮だもん。あ、UCL。 まあじゃあ年中覗いてたり。はいはい、覗かなくてもなんかいたりして。さてさて、今回はですね、この口語英文ってのはいっぱい長いんですけど、それを早く読むにはどうしようかな、なんかコツがないかな、なんてなとこをポイントにいきたいと思います。 Part 1 Warm up。基本表現クイックチェック。まずね、3つ4つ後に出てくるパート2で出てくるものをちょっとチェックしていきましょう。 1. The winners are going to be us. The winners are going to be us. まあ直訳すると、勝者は我々のものだ、つまり優勝はいただきだってなことだね。で、つまり括弧の中で We are going to be the winnersWe are going to be the winners. それと同じということですね。我々が勝者になるぞ。勇者はいただきだということですね。2番目。2. Bakeo looked as if he had seen a ghost. Bakeo looked as if he had seen a ghost. Bakeo 君はあたかも幽霊をでも会ったかのような表情だった。ねえ。なんかどんな表情なんだろうね。バケオ君だからきっと幽霊の方が困ったんじゃない。こんな感じがしないでもないですがね。As if、 あたかもなんないのように。そしてこれは、過去のことですから、 He looked と後ろが had seen、 had プラス、過去完了、つまり仮定法の過去完了になってますね。いいですか。はい、3番目。 Let's have a big hand for himLet's have a big hand for him. 彼に盛大な拍手を送りましょうということですね。 Have a big hand for 誰々、誰々に盛大な拍手を送るということですね。なお、送られた方、つまり大喝采を得るなんていう時は、得る方は get ですね。ですから get a big hand、ね、get a big hand、 get a big hand と言います。さあ、4番目です。 4.Don't chicken out now. Don't chicken out now. Chicken out っていうのは、要するに、なんて言うんだろう、尻込みをするとか、おじけづいてやめちゃうとか、そういうことですね。ですから、さあ、その尻込みはしないでとかね、おじけづかないで、そんなような、ような使い方です。で、これがこう出てくるわけですね。みっちゃんはどんな大舞台に出ても上がるってことないでしょ。いや、結構上がるんですけども、本番に強い方なんですよ。あ、そっか。緊張がないと、うまくいかない。いかない方ね、なるほどね。先生はもうね、生徒さんの前に立つのもうすっかり慣れてるんで。僕はだいたい恥という言葉知らないからね。嘘ですよ、嘘ですよ。なことはないね。さあ、次行きましょう。 Part 2 Let's go at it。 ちょんちょんのうちがですね、ポイントの速読、つまりね、このなんて言うんだろう、物語、語ってる部分とそれから実際喋ってる部分がこうよく混在してる文章多いですよね。で、その混在してる中で、そのセリフの方、つまりちょんちょんの中ね、こいつを拾っていくと、大体どんなものでも間のなんていうのを語ってるとこ抜かしちゃっても単位は取れると。だから
入試で時間がなくなっちゃったらまず座ってパッと太陽を取って答えるということもできるとね。今日はそれですよ、一言で言うとね。今後 M を速読するにはね、みっちゃんさ、昔アメリカの大統領でもう今歴史的人物になったけど、ケネディさんといてね、はい、ケネディ大統領がね、この歴代の大統領の中でもね、英文をこう読むのが一番早い方の一人だったんだってね。なんか斜めにパーって読むでね、さあパラパラパラってめくりながらどんどん書類なんか、決済しちゃうらしいよ。見てなかったけどね、僕はね。そういう話を聞きましたね。すごいらしいですね。だからそんな感じでいきましょう。さて、次の英文を読んで設問に答えなさい。でちょっと長いんですよ、いいですか。そして問いの 1,2,3,4,5 と右のページ、つまり73ページにあります。まず見てください。問いの1、下線部1の内容を30字以内、括弧句読点を含むの日本語で具体的に説明しなさい。そこに30字のマスがありますね。問いの2、下線部2を日本語に訳しなさい。下線部2というのは、その73ページの、上から 12,3 行目ぐらいかな。それから、問いの3、下線部3を文中の同じ意味の英語1語で書き換えなさい。下線部3、シャープってのありますね。これを1語で書き換えなさい。から問いの4、下線部4は身体のある部分を指す、日本語に訳しなさい。下線部4ありますね。 Belly button、 お腹のボタンと書いてありますね。問いの5、空欄括弧 A に入れるのに最も適した動詞を下から選び、それを適切な時制に書き換えなさい。で選択する動詞として Know、 Like、 See で、これをなんか適当な形に、例えば know new にするとかね、 had known にするとか、そういうことですね。さあそれではね、みーちゃん、これちょっと長いんでね、はい、原則としてパラグラフごとにいきましょうかね。はい。 The loudspeaker began to beep. A second later, the voice of the principal, Mr. Gray, came floating into the room. ラウドスピーカー、いわゆる大きな拡声器ですね。それがビービー始めた。ビープってのはビーッと音を出すって意味ですね。だからこれスイッチ入れた瞬間にね、これ話すちょっと前にブーッと出てくる、ああいうやつですね。でそのすぐ後で、みーちゃん、これ直訳すると a second later だから、その1秒後でってことになるけどね、すぐ後でってことだね。続いて、その校長先生の声、校長先生の名前が Mr. Gray、 グレイさん、その声が came floating into the room、 教室に流れてきました。 float ってなんか浮かぶっていう意味ですね。 principal、 これは皆さん principal、 この単語綴り間違えないでね、後ろ pal ですよ。似た単語にさ ple ってなりますね。 principle、 原理原則ってやつね。みっちゃんね、僕この校長先生大体いくつぐらいか分かっちゃった。あ、そうですか、だってグレーって言うんだから、ほら白髪混じりのって意味でしょ、グレーって老齢じゃない。そういうふうにも取れますけども ね、だからやっぱり50代ぐらいじゃないの。そうかな、でもね、今ね、アメリカの中高の校長さん若いしてるよ。30代の校長さん。あ、そうですか。出てきてるよ。へ、ね、さあこの2行で大枠掴んでください。教室昼休みかなんかかな、わかんないけど、スピーカーで全校のね校内放送。 Good morning, students. We have a busy week ahead of usOn Friday, at the end of Health Week, we have a special treat for all of you. It's the talent show. As you know, the winners get tickets to the circus for their entire class. 皆さん、おはよう。校長先生の重々しい声なんでしょうけどね、本当に。皆さん、おはよう。グレーのね、白髪の頭ですね。で、今週は忙しい週になりますよ。Busy week ahead of us、 つまりこの先のね、この先忙しい週を持つ、今週は忙しくなりますよと言っておいて、金曜日にで Health week、 これはみちゃん健康習慣としておいたけど、要するになんだろうね、そういう習慣があるんだろうね、その終わりの金曜日に、特別のスペシャルトリートがありますよ、皆さんのために。トリートっていうのはね、日本語訳すとこれ慰安会ってやつなんだね、これね。その他にごちそうとかもてなしとかおごりっていう意味もあるね、みっちゃんね。そうです。だから特別の会がありますよ。で、それはタレントショーです。ね、で、ご存知の通り、The winners、 優勝者には、
サーカスに行ける券がもらえますよ。で、しかも for their entire class って書いてあるから、クラス全員がもらえるわけね。そのクラスから勝者が出た場合、そういうこと言ってますね。で、これはちょんちょんの中でしょ。だからここのとかちょっとよく見といてくださいね。 That's going to be us, said Henry. He reached across the aisle and poked Rosa in the shoulder. You and me, we're going to be talent show champs. はい、だからこれを速読しようと思えばいいですか。 That's going to be us. That はその優勝っていうことですね。それは我々のもんだ。優勝はいただきさ。で、飛ばして次の行の真ん中右。You and me, 君と僕さ。ね。我々がタレントショーのチャンピオンになるさ。チャンプスはチャンピオンズですね。そうすると、これで、みっちゃん大体分かっちゃうじゃない、これね。うん、で、その間にね、誰が言ったかとヘンリーが言った。で、ヘンリーは、reached across the aisle。aisle は、これ通路ですね。そうすると、机が並んでる通路越しに手を伸ばして、そしてつっついたローザの肩をということですね。だからこれはヘンリーとローザの机がちょっと通路を挟んで並んでるということですね。アメリカの高校ってどうだっけ、みっちゃん。だいたい机は一人が一つが多いよね。日本だと二人でくっついてうん、なってんだけどね、はい、うん、そういうのが多いけど、大概アメリカは確か一人が列になってますね。はい、そういう風になってます。さあ、下線部1のとこね、この内容を30字以内の日本語で書きなさいということなんですね。で、これは要するにその優勝して商品のそのクラス全員サーカスの切符をもらうのは僕たちだという、そういうことですよね。あるいは、タレントショーで優勝するのは、優勝して商品をもらうのは僕たちだとかね、明日だから、そんなようなことを書いてくだされば結構ですね。さあ、続いていきましょうか。 Big brave Henry was shaking like a jellyfish. He sat and sweated and worried. 速読しようと思えばここは抜かしちゃったっていいんですよ。ちょんちょんの中入ってませんからね。ただ状況説明、ビッグ大きくてブレイブ勇敢なヘンリーはね、シェイキング震えていた like a jellyfish。 ジェリーフィッシュってみーちゃん、これクラゲって意味でしょ。そうですね、うん、あ、そういえばね、よくほら煮え切らない人のことをこのジェリーフィッシュって言うんだよね。ああ、うん、ね、yes. うん、He's a jellyfish、ね、体が大きくて勇敢な、いつも勇敢なヘンリーが、うん、クラゲのようになんか震えてた。彼は座って、そして汗をかいていた、そして心配をしていた。そうか、みっちゃん、これこのビッグブレイブからがちょっと場面が転換してるね。つまりタレントショーが今始まろうとしてる、そうね、そこへポンと飛んでるんだね、うん、これね。いいですか。さあ、そして He was in a daze for the whole show. Finally, Rosa brought him back to reality with a poke in the ribs. はい、ヘンリーはね、その was in a daze。 in a daze ってのはこのぼーっとしてる状態、このなんて言うんだろう、心がどっか飛んじゃってるわけ。そのショーの間ずっとぼっとしていた。で、ついにローザが、これはブリングヒムバックのブリングの過去形のブロートでしょ。で、ブリングバックトゥリアリティだから、その現状、現実へと戻したということですね。どういう方法にしてかっていうと、そのリッブは肋骨ですから、肋骨をつっついてっていうことだね。ちょっと脇腹をつっついてね、ポーンとつっついて、もうだいぶこれですから、みっちゃん、ヘンリーが上がっちゃってんだね、これね。そうですね、心配しちゃってんだね。いつもが強いヘンリーもこれで上がっちゃった。さあ、そのページ下から2行目。 Get ready, we're next, she whispered. Henry shook his head. Huh? そうですね。ね、Get ready, 準備しなさいよ、私たち次よ、と彼女が囁いた。彼女はいうのはローザですね。とヘンリーはかぶりを振って、頭を振って、あ、なんかと言ってるわけですね。はい、さあ、どうしましょう。さあ、そこでページ73ページの方に行きます。 Rosa pointed out onto the stage. Jason had just finished playing the violin. Everyone was clapping. ローザがポイントアウトオントゥザステージ、まあ要するにステージの方に促したっていうことですね。
とジェイソンがちょうど終わったばかりだ、終わったところだ、バイオリンを弾くの。つまりこの自分たちの前にジェイソンって人がいたんだよね、出てたんだね。で、彼はバイオリンを弾いたと。で、それがちょうど終わって、で、みんなが拍手をしていた。クラップって拍手喝采する。さあ、いよいよ出番なんだよね。さあ、出番ですよ。 Do you remember the jokes? asked Rosa. Mumbled Henry. He looked around for the door. Rosa narrowed her eyes. You're not scared, are you? で、さあ、いよいよ出番でね。あなた、ジョーク覚えてる？客を笑わせるためにジョークをね、二人で考えてたんだろうね。トローザは尋ねた。あと、なんかこうブツ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 ヘンリーが口の中で言った。で、彼はドアの方に、目をやった。そして今度はローザはこの目を細めたっていうことですかね。で、あんた怖がってんのってね、こうじっとヘンリーの方見て言ってんじゃないかね。スケアってのはみっちゃん、これは本来怖がらせるという他動詞ですよね、はい、ここでは You are not are と be 動詞が入ってますから受け身になってますね。怖がってんじゃないでしょうねってこんなこと言ってます。さあ次、括弧の A があるとこです。 Henry looked as if he ドコン a ghost he couldn't speak. Jason Smart came walking off stage holding his violin. はい。で、そうするとヘンリーが looked as if、 この形は左のページ72ページの上のパート1の2番でやってますよ。いいですかね。で、ゴースト、幽霊を何々したかのようにヘンリーはそういう顔つきをしていた。彼は話すこともできなかった。で、ジェイソン・スマート、これは今ちょっとすぐ前でバイオリンを弾いてきた人が、それが came walking off stage、 舞台から降りて歩いてやってきた、バイオリンを抱えてということですね。そうすると、コアミちゃん、あの下の単語 no、like、see、 問いの語、これからしてやっぱり幽霊を見たかのような、幽霊に出会ったかのような顔つきだったということだよね。はい、そうですね。さあ、そうしますと see を使ってください。 see の see を使ってください。で、これを look to に合わせて時制を整えると had プラス過去分詞になりますね。ちょうど左のパート1の2番でやったように、従いまして、これは had seen、 had seen ですね。じゃあ、この文章だけちょっとみっちゃんにそれを入れたものを言ってもらいましょう。 Henry looked as if he had seen a ghost. Henry looked as if he had seen a ghost. そうですね、仮定法過去完了ってやつね。さあ、いよいよ戻ってきた。もう出なくちゃいけないですよ。 Phew, he said, passing by. That was scary. It was, said Henry, whining. もう、なお、このヘンリー驚いちゃったわけね。つまり、その Phew って言って、That was scary と言ったのは、その今、舞台から終わったばっかりのジェイソンさんですよね。それこそもう口笛復調してはーって言って、そしてまあおっかなかったぞと、恐ろしかったぞっていうふうに言っちゃったわけね。このスケアリーってのは、今そこから3行上のスケアっていう動詞が出てきましたね。それのまあ形容詞ですね。恐ろしい、おっかないっていうこと。で、 It was 本当、 It was scary っていうことだね。本当とヘンリーは言って、フワイニング、フワインってみっちゃん、あの WHINE、 あの哀れな声を出すとかね、鼻でふにゃふにゃ言うとかね、うん、ほんとね、こんな感じの、そうそう、ね、あの犬がこうやってふんふんって鳴くところから来てるんですよ。そうだよね、うん、そうそうそう、あれふんふん鳴くやつね、クンクンっていうかね、あれですね。うん、なおびっくりしちゃった。さあ、それで And now our last act, announced Mr. Gray from the center of the stageLet's have a big hand for the comedy team of Henry Potter and Rosa Dorado. はい。校長先生、これ司会やってんのかな？そうですね。そうだね。うん、乗ってる校長だね。ね。さて、いよいよ私たちの最後の出し物です。と校長先生がアナウンスをしました。舞台の中央から。
ね。そして、河川部にんとこ、ね。Let's have a big hand! こう言ってますね。これは、左のページの72ページのパート1上の方、そこの3番でやりましたね。Let's have a big hand for him. 彼に盛大な拍手を送りましょう。いうわけですから、これは、Let's have a big hand. 盛大な拍手を送りましょう。For the comedy team. そのコメディチームに。これだからみっちゃん、一種のコメディ、漫才みたいなのやろうとしてんだね。そうです。そうなんだね。ヘンリー・ポッターとロザード・ラドの、こういうふうに言いますね。ですから、これは、問いの2は、日本語に訳しなさいは、盛大な拍手を送りましょう。ね。盛大な拍手を送りましょう。盛大な拍手を送ろう。まあ、そういうところですね。さあ、いよいよ、どうなるか。Mr. Gray waved at Henry and Rosa, but Henry didn't move. Everyone was clapping. で、その司会の校長先生のグレイ先生が、ヘンリーとローザの方に手を振った。ね。まあ、おいでおいでと、出ておいでと。しかし、ヘンリーは動かなかった。上がっちゃってるから足が出てこないわけね。でね、誰もが喝采をしていた。次の最後のショーをね、待ち焦がれて、拍手をしてる。Come on! said Mr. Gray, waving to them again. Let's go! さあ、と先生は言って、そしてまたもう一回、その二人に手招きをして。さあ、行こう！こういうわけね。だからここのとこもね、Come on! Let's go! と飛んじゃえばいいんですよ。ね。で、周りの見なくたって、どうやってわかるわけ。さあ。Henry drew in a deep breath. He had just about decided to run for the door.When suddenly he felt a push in his back. ヘンリー怖くてしょうがないわけね。で、ヘンリーは、このドアの方へこう逃げ出そうとね、ちょうどした。さっきちらっとドアの方見たっていうのあったよね、このページの一番上でね。はい、うん、そうすると、その時に突然彼はね、感じた背中にプッシュ、押しを、つまり押されたね、押された。さあ、それで。You're not chickening out now, said Rosa.She gave him another shove and out he stumbled onto the stage. はい。で、ここにチキンアウトが出てきました。これもパート1でやりました。チキンアウト、尻込みする、おじけついてやめる。ね。何おじけついてんのよってこの意味だよね。おじけついちゃダメじゃないとローザが言って、そして彼女は彼に another shove、もう一度のシャーブを与えて、そして彼は舞台にこのつまずき出てきたということですね。押されて出てきちゃったということは、これあなたってことはみっちゃん、もう一回だから前に一回やってるっていうことになるよね、はい、うん、それでその結果つまずいて出るんだから、やっぱ押されて出たっていうことなんでしょうね、うん、そうするとすぐ前にさ、He felt a push in his back、 プッシュがあるじゃないね。これと同じということなんでしょうね。したがってシャブはプッシュと同じですから、トイノさん一語で書き換えなさいは PUSH のプッシュということになりますね。シャープってのはこう押すっていうことだよね。押すっていうこと、はい、さあ、いよいよもうしょうがない、出てきちゃった。 For the longest time Henry stood next to Rosa shaking. He licked his lips and fiddled nervously with his shirt button. はい、もう長い間ヘンリーはですね、ローザのそばにこうくっつくように立ってて震えてるわけですね。そして唇をなめて、なんかこうシャツのボタンを持て遊んでるわけね。ナーバスで神経質そうに、フィドルウィズってのは、もともとフィドルってのはバイオリンを弾くって意味でしょうけれども、指でいじくるとか、もて遊ぶとか、そんな意味ですね。さあ、次。In a loud whisper, Rosa hissed, Go on! Go on! Tell the jokes! ね。で、大きな、まあ、大きなささやき声っていうか、でね、ローザが hissed、まあ、ヒスってのはシッと言って非難するって意味だから、ささやき声で言うわけね。ゴンゴンね。さあさあ、ジョーク言いなさいよってこういうわけ。Henry was speechless. He tugged at his button. He was so nervous, in fact, that he pulled it too hard. It came off in his hand. His shirt opened up and suddenly there was another button. His belly button. で、ヘンリーはそれでも言葉が出ないわけ。そしてボタンをタッグ強く引っ張ったわけですね。そしてもうとても上がってるわけ。実際ね、そうナーバス、ダッとできます、はい、ダッと。で、それをあまり強く引っ張ったんで、ボタンが外れちゃった、シャツのボタンが。で、そうすると、彼のシャツがはだけて、そして突然、もう一つのボタン、同格で、つまり、his 下線部、belly button、お腹のボタンが飛び出した。
これはみちさん、あのおへそだね。そうです、そうだね、うん、だからこれ日本語で身体の部分を書くわけでしょ、問いの4は。だからへそ、これでいいんだよね。はい、そうです、簡単じゃない、へそね。さあ最後、 The audience laughed. Henry clutched at his shirt. His face was as red as a berry. もう聴衆は大笑いしたね。ヘンリーはシャツをしっかりクラッチアット、しっかり握りしめていた。で顔はもう真っ赤になってたね、ベリーのようにね、イチゴのように。結局この辺が結論なんだね、一番最後のとこ。結果的に上がりっぱなしのヘンリーの字が大受けしたと、こういうとこですよね。そうです、うん、でポイントはね、速読するには今言ったようにこのようにちょんちょんのところだけを拾っていくと全体の流れはつかめますよ、こういうことを一つ覚えておいてください。さあ以上、担当はみそのとディアン・ミツオガン。次回は10月28日月曜日です。それまでさよなら、バイバイ。